アサルトリリーは、アゾンインターナショナルとアカスによるメディアミックス作品である。2005年、当時アマチュア模型、ディーラーとして活動していた原作者、小花沢県坂へのオリジナル作品用の世界観としてアサルトリリーがスタート。2011年、アゾンインターナショナルに企画が採用されたことがきっかけとなり、アゾンインターナショナル及び 創作集団アカスが手掛ける1、12アクションドールシリーズアサルトリリーとして2013年より商品展開を開始。当初はゲーム化やアニメ化、コミカライズといったメディアミックスは予定されていなかった。2015年にノベライズ、シリツルドビコ・女学院とのコラボによる舞台が2016年より公演された。1、12アクションドールシリーズ アサルトリリーが原作都市アクションドールとフィギュアで融合されたコンテンツアサルトリリープロジェクトが2019年10月16日より武士ロードが参画して始動本プロジェクトはゆりが丘女学院を中心にメディアミックス展開がされている2020年1月に武士ロード版舞台を公演2020年2月に マジマ百吉の超兵器工房五大場女学校編が連載開始。2020年10月よりテレビアニメアサルトリリーブーケが放送開始。2021年1月20日にスマートフォン向けゲームアサルトリリーラストブレッドの配信が開始された。2021年夏にはシャフト制作のミニアニメが配信予定。また、2021年8月から舞台新シリーズ。 古代場女学校編が上演される。近未来の地球。人類は謎の巨大生命体、ヒュージの出現で破滅の危機にあった。全世界が対ヒュージという一時に団結し、科学と魔法の力、マギを結集した決戦兵器、チャームの開発に成功。チャームは10代の女性に高いシンクロを示すことが多く、チャームを扱う女性は、 リリーと呼ばれ英雄視されてゆく。ヒュージに対抗するため、リリー養成機関、ガーデンが世界各地に設立され、拠点として人々を守り、導く存在となっていった。これは、そんなガーデンでの立派なリリーを目指して儚くも、美しく戦う少女たちの物語である。声の項はアニメ及びゲーム、縁の項は舞台版のキャストをそれぞれ示す。 鎌倉府にあるお嬢様学校を母体としたリリー教育の世界的な名門校。チャームを用いた対ヒュージ戦闘中心の非常にハイレベルな教育と訓練が施されるため、世界中から優秀なリリーが集まる。特に9人1組で行われるノインベルト戦術の教育において、世界中から注目されている。上級生と下級生がちぎりを結ぶ。 シュッツエンゲル制度が存在する。ラーツグリーズアールブヘイムレギオン格付け、SSS レギンレイブレギオン格付け、SSS ローエングリンレギオン格付け、SSS、福山アーサスギュラホスミハヤシルエイルタイ、シュバルツグレールロスバイセサングリーズルレギオン格付け、SSS シグルドリーバビーンゴールブブリュンヒルデライン、その他の生徒ユリガオカ女学院の教師東京地区。 新宿御苑にキャンパスを構える古豪のミッション系ガーデン。東京五三谷の一角。下北沢などの東京西部を主に担当している。百合ヶ丘の出演ゲル制度と似たシュベスター制度が存在する。現在の三年生世代までは東京最強を誇っていた。特にデュエルと呼ばれるヒュージとの1対1の戦いを得意とし、 激しい戦いに身を投じているリリーが多い。私立ルドビコ女学院の生徒私立、ルドビコ女学院の教師東京地区五台場二校舎を構える五三屋の一角のガーデン。南から飛来するージ対策で早期からリリー育成に力を入れていた。幼稚者からの一貫教育を施している。五台場迎撃戦の戦場となり、その戦いでの成果を機に、 東京地区最強の座に就いた。ユリガオカと同様に、レギオン共同館認可制やリリーの自主性に任せた、舞台編成を認めている。LG ロネスネス LG ヘオロットセイエンツ LG、コーストガード五大和女学校の教師振興のガーデン。軍隊式の厳しい校風を持つ、鎌倉府五大ガーデンの一角、エレンスゲオンナ学園と提携を結んでいる。リリーは、品格ではなく、 結果が、すべてという方針で、とにかく戦果を求め、わずか数年で五大ガーデンまで登り詰めた。生徒会特選隊特命遊劇隊横須賀にある、鎌倉府五大ガーデンの一角で、百合ヶ丘と並ぶ、世界的な名門校。ここの中東部はカエデ、J. ヌーベルや相模女子の石川葵の出身校でも、ある。東京地区清澄博画にある、東京五三屋の一角のガーデン。 湯河原にある鎌倉府のガーデンで、かつては五大ガーデンに数えられていた古豪。鎌倉府にあるガーデンで、相模女子とは、犬猿の中、武士道的精神をベースにしている。レアスキル、ヘリオスフィアとテスタメントの専門教育で知られたガーデン。公衆撤退戦において、陥落指定都市となった。実践第一を掲げる近年急成長中のガーデン。 適性や身体能力よりもヒュージ打倒の意志の強さを重視しており、とガーデンならば、リリーには採用しないような少女も様々な方法でリリーとして起用している。生徒たちは、マギ保有料や戦闘技術などの様々な観点から学院によって序列がつけられている。ヘルボル・リリー、一人一人の人生を大切にしており、ヒュージ討伐の活動も最低限しか、 強制しないという理念を有するガーデン。リリーとして独自の考えを持ちながら戦いに臨む少女が多く集まる。拘束は緩く、リリーとしても最低限の訓練を受ければ良いとされているが、所属リリーのスペックは高めで安定している。グラミエプレ演劇集団、シリツルドビコ女学院とコラボした舞台が2016年から上演。脚本、演出は桜木さやか。 2018年からは、私立ルドビコ女学院と、人道ザライブプレイングシアターがコラボした、人道ザライブプレイングシアター S 版が上演。人道ザライブプレイングシアター企画は、桜場美な人道ザライブプレイングシアター構成は続決し、ゲーム指導は小玉県。2020年より公演。百合ヶ丘女学院高等部のレギオン、一柳隊を中心とした物語である。 ルドビコ女学院、エレン・スゲ女学園、カンバ女子芸術高校、古代馬女学校、相模女子高等学館のリリーも登場。アサルトリリーリーグ・オブ・ガーデンズのオープニング主題歌は、つながり。アサルトリリー・ザ・フェイトフル・ギフトは、君の手を離さない。オープニング主題歌と、両舞台共通のエンディングテーマでもある、大切を数えようは、一夜なぎ隊をはじめ出演者全員で歌っている。 テレビアニメのエンディングとなったプロジェクトテーマエーデル・リリーも同舞台にて一穴擬態により披露された。当初舞台の映像はテレビアニメのブルーレイの特典として発売されることが発表されていたが要望が多かったためリーグ・オブ・ガーデンズ・ザ・フェイト・フル・ギフトそれぞれがブルーレイパッケージ化されることが明かされた。2021年5月発売予定。 2021年1月12日のアサルトリリープロジェクト発表会にて、2022年1月に新作舞台が上演されることが発表された。スタッフ、アサルトリリー・ザ・フェイト・フル・ギフトにて、新シリーズ、古代バ女ジョ学校編の上演が発表された。2021年8月20日から29日にかけて、公演予定。 アサルトリリーブーケのタイトルで2020年10月から12月まで TBS テレビアニメリコアほ他にて放送された。当初は同年7月より放送予定だったが新型コロナウイルス感染症流行の影響で延期となった。見放題配信サービスでは Amazon プライムビデオにて10月2日より毎週金曜1時13分頃に独占配信。レンタル配信サービスでは アマゾンプライムビデオ、ジェイコムオンデマンド、テラサ、ミルプラス、スタヤ TV、ユーネクスト、ニコニコチャンネル、バンダイチャンネル、ヒカリ TV、グーグルプレイ、YouTube、ハッピー、動画、楽天 TV、ビディックス、ビデオマーケット、DMM.com、ギャオ、ストア、ミュージック .jp、ゲオ TV、ムービーフルプラスにて10月9日レージ以降に順次、配信開始された。 作詞はすべて、安藤社が担当。ブルーレイ第1巻特典 CD、エーデルリリーレインボー付き明かりのコントラストブルーレイ、第2巻特典 CD ハートハートいつでもそばで。リリーリリー、5ゴー,ゴーリリーブルーレイ第3巻特典 CD グローイング、まばたきエーデルリリー、スマートフォン向けゲーム、アサルトリリーラストブレッドが2021年1月20日より、配信開始。ジャンルは、 バトル RPG。ユリガオカ女学院の一柳隊、エレンスゲ女学園のヘルボル、カンバ女子芸術高校のグランエプレの参考のレギオンが中心となった物語が描かれる。2019年10月13日より開催。アサルトリリー公式 YouTube にてアーカイブを配信中。2020年3月15日からはスタジオからの生配信となった。 一柳り,り役の赤尾光ると、白井夢血役の夏吉優子は、第1回より固定での出演。2020年6月11日より、YouTube ライブにて、各週木曜日に生配信。なお、テレビアニメ、アサルトリリーブーケ放送期間中のみ、毎週配信。MC は、白井夢血役の夏吉優子と、吉村、T 梅役の岩田春樹。 スマートフォン向けゲーム、アサルトリリーラストブレッドの情報番組。2020年7月30日より、YouTube ライブにて不定期で生配信。2021年1月24日には、ラスバレ放送局1パワードバイマイルダムというタイトルでマイルダムにて生配信された。今後はマイルダムにて配信されていく。TV アニメ、アサルトリリーブ受けの振り返り番組。 アサルトリリー YouTube 公式チャンネルにて2020年12月7日より公開。MC は一穴切り役の赤尾光る。2020年6月1日より響きラジオステーションにて毎週月曜日に配信。毎週火曜日にはアーカイブを配信。パーソナリティは伊沢美香子と高橋香林。2021年1月3日から3月29日まで。 アサルトリリーラジオガーデングローイングとして TBS ラジオにて月曜1時1時30分に放送され響きラジオステーションにて月曜12時に配信された同年4月5日からアサルトリリーラジオガーデンオーバーフローとして響きラジオステーションにて月曜12時に配信中アサルトリリーリーグオブガーデンズに関するカテゴリーアサルトリリーブーケに関するカテゴリー アサルトリリーラストブレッドに関するカテゴリー、アサルトリリーラジオガーデングローイングに関するカテゴリー。ありがとうございます。